い、どうも皆さんこんにちは。今回の動画は今週の木曜日に行われた中型アップデートで大量のエピック選手がデータインされたんで、そちらをまとめて紹介していこうと思います。ここからは先バレリーク情報を含んで話していくので、そういった情報が苦手な方は閲覧注意でお願いいたします。ということで早速やっていくんだけど、今回行われたデータインでも前回同様選手名のみのデータインで、おそらく登場する直前まで選手画像、能力、スキル、そしてクラブか代表で来るかわからないと思うんで、まあ、今回バラバラに紹介していくとちょっと分かりにくいと思うんで、まあ、あくまでも個人的な予想なんだけど、まあ、この選手はこのクラブ、この代表で来るんじゃないかというものをヒロの予想で分けてきたんで、それを見ながら今回は紹介していこうと思います。まあ、そして今回のデータインは約50名のエピック選手がデータ追加されたんだけど、まあ、その中にはすでに登場しているルンメ、マテウス、カーン、あとは J リーグエピックの川口、大黒選手、この2人も含まれているんで、もうすでに登場しているエピック選手は除いて今回は紹介していきます。でね、ドイツ代表エピック通常とコラボキャンペーン2つ登場しているんだけど、まあ、この3名はデータインでも2種類追加されていたんで、まあ、それを見ると他に2名追加されている選手コラボ記念第2弾で登場してくるんじゃないかなと思います。そっちも結構楽しみだね。まあ、もちろんルンメニギは環境最強なのは間違いないですし、こっち引いてもいいと思うんだけど、まあ、残り期間まだまだありますし、まあ、第2弾待ってからでも遅くはないと思うんで、まあ、コインに余裕がない方はそっち様子見てからでもいいのかなとは思います。そんな感じで中型アップデートでデータインされたエピック選手約50名まとめて紹介していきます。先ほども言ったように一応クラブ代表ごとに分けてはいるんだけど、それで登場するとは確定していないんで、そこはね頭に入れて見ていってください。ということで、まずはユナイテッドの選手から紹介していきます。一人目はパクチソンということで、まあ、前作はねユナイテッドで登場していないんだけど、ブースターなしでもスピシュン90超えてドリブルパスも上手い選手なんで、まあ、さらに強化されて登場するとなると結構ねガチスカで使える能力になってるんじゃないかなと思います。まあ、フィジコンとかディフェンス能力あと少し上げてくれると攻守どちらも貢献できると思いますし、そこの強化に期待だね。そしてユナイテッドから2人目はアンディコールということで、この選手も去年は登場していなかったんだけど、まあ、オフェ戦高くて決定力ある選手なんで、まあ、ラインブレイクの抜け出しはいいですし、頻度精度も高い高いなんで、まあ、身長気にしなければかなり扱いやすい選手です。そして3人目はベロンということで、去年はラツィオ版で登場したんだけどユナイテッドにも所属していた時があったんで、今回はユナイテッドで予想しています。まあ、スピシュン80超えてディフェンス、ドリブル、パスも上手い選手なんで、まあ、かなり万能型ですし、トップ下系もできるんで、まあ、あとはオフェ戦とか上がってくれると嬉しいかな。そして4人目がオシェイということで、まあ、今回初搭載のエピック選手なんだけどユナイテッドに所属していたんで、おそらくユナイテッドから登場するんじゃないかなと思います。まあ、正直あまり存じ上げない選手なんで、まあ、ぜひ知っている方がいればどういった選手なのかコメントで教えてください。そして続いてはリバプールからジェラードということで、まあ、代表版もそうなんだけど、ほんとジェラード強いからね。まあ、今使うならフィジコン90乗せちゃって、あとはスピード瞬発上げて使うんだけど、まあ、こっからさらに強化されてくると思うんで相当だね。で、続いてバルセロナからデータイン選手紹介していくんだけど、1人目はプジョル、身長178cm なんで、やっぱり今の環境的に万人受けはしないと思うんだけど、ディフェンス能力優秀だしスピシュンもまあまああるんで、サイドバックフィールドとか結構やれる選手かなと思います。まあ、次来る際はもう少しスピード上げて90乗せれるようにして、ディフェンス能力全て90乗る強化にしてほしいかな。2人目はロマーリオということで、今作以前もデータインしていたんだけど、そっちは年齢結構いってたんで、おそらく今回のデータインでは代表版もしくはバルサどちらかになるんじゃないかなと思います。そして次はイニエスタ、まあ、この選手はフィジコン強化されたらやれんのかなって感じはするんだけど、スピシューンどうなんだろうね。80後半どっちを持っていけたらいいんだけど、なかなか想像つかないですし、なんか必須級にはなんなそうだね。で、続いてがベレッチ、前作は攻撃的サイドバックで登場したんだけど、スピシュン90超えてキック力もあるし、まあ、ディフェンスパスある程度上手いんでやれないことはないんだけど、まあ、必須級にはなんなそうな選手だよね。まあ、バルサはねパートナークラブということもあって結構同じメンツが登場していますね。ただこの次から新搭載選手紹介していくんだけど、まずはブスケツ、ついにエピック選手としてデータインしたんでかなり楽しみです。まあ、ハイライトとかだと逆足低くてディフェンスパスの上手い選手って感じなんだけど、まあ、ガチスカ起用するならもう少しスピシュンは高くないとやれないですし、まあ、一応フェイスデータも入ってるみたいなんだけど、そこでは若い頃のブスケツだったみたいなんで、まあ、スピシュンはもう少しね上げて登場するんじゃないかなと思います。それにしても
初エピック、おそらくアンカーですし楽しみですね。そしてジョルディアルバもデータインしているんで、おそらく能力そんな変わらない気がするんだけど、あと変えてくるところで言うと瞬発ちょっと上げて、フィジコンディフェンス能力、まあ、プラ3プラ4ぐらいしてくると B 固定ということもあって、結構ねやれる能力ではあるんで、ここにも期待していきたいですね。そしてバルサ最後のデータインが完全初搭載の選手でセルジ・バルファンということで、自分は存じ上げないんですけど、左サイドバック174センチの選手らしいです。まあ、通常とかでもいない選手なんで、なかなか能力が想像しにくいんで、どんな強さで来るか楽しみですね。そしてここからはバイルン、1人目はリザルズ、前作も登場した選手で169センチの攻撃的サイドバック、まあ能力は悪くないんだけど、やっぱ身長がね170乗ってこないんで、逆足も低いですしちょっと厳しいかな。そしてバイルンから2人目はベッケンバウアーということで、前作が無料配布の選手だったんで、もしガチャで登場するならもう少しスピシュン上がってくると思いますし、センターバックというより、まあ、2ボランチとか終盤向けな選手で登場してくるんじゃないかなと思います。そして3人目がエウベルということで、頻度ゼロ最高のボックスストライカーです。前作登場してないんでブースター版では来たことないんですけど、若いと同様頻度ゼロ最高の選手ですし、まあ、使用感は悪くないんだけどね、やっぱり個人的にボックスストライカーが好みではないんで、まあ出ても引かないかな。まあオフェ戦決定力高いですし、ボックス好きな人にとっては結構気になる方多いのかなと思います。そして続いてがアウゲンターラーということで、まあディフェンス能力パス上手い選手で、まあスピッシュは低いんですけど、フィジコもあるんで、まあ中盤適性追加して面白い使い方できる選手かなと思います。そして次がゼロベルト、パスドリブル90超えのチャンスメーカーなんですけど、スピッシュもある程度ありますし、左サイドバック起用もできるんで、まあ、結構面白い使い方できる選手ですね。そしてバイエルン最後はフランク・リベリということで、ついにデータに来ましたね。去年登場したリベリも未だにねガチスカで使える能力なんで、まあ、乗り換えようってなるには、例えばモメンタムとかそこら辺つかないと行く人少ないと思うんで、多分ついてくるんじゃないかな。そして続いてはチェルシーからドログバということで、まあ、この選手もデイリーボーナスの報酬でゲットできるんだけど、多分バレットヘッドついてくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、欲を言うともう少しスピシュン上がってくれると嬉しいかな。そして同じくチェルシーからマケレレということで、まあ、前作 2,3 回登場しているんだけど、まあ、全部優秀ですし、まあ、この能力見てもフィード優秀でディフェンス能力90後半乗ってるんで、ここからさらに強化されると考えると相当厄介ですよね。そしてチェルシー3人目はペトルチェフということで、もうすでにシュマイケル、ブッフォン、そしてジーダ今作登場しているんで、そこと比べてどんな能力で来るかって感じなんだけど、まあ引かせるためにはシュマイケルと同等かそれ以上で来そうな気がするんで、ここもね今からそわそわしちゃいます。まあさすがにシュマイケルゲットしてたらスルーでいいとは思うんだけどね、もう何してくるか全然わかんないんで、ここにも注目していきたいです。そしてインテルからはジュリオ・セザルがデータインしているんだけど、まあ、前作今画面に映ってるセザルデータインしていて、結局お蔵入りだったんで、ルンメのことも考えると選手画像このまま来そうじゃない。まあ、今はね身長190センチないと厳しいと思いますし、まあ、無理に狙う必要はないんじゃないかなと思います。そして、アーセナルからは、ベルカンプということで、まあ、今作すでに登場しているんで、アーセナル以外で来る気もするんだけど、今作はブリッツカブで登場しているんで、次来るならモメンタムとか、フェノミナルパス、そのあたりで来てほしいな。そして、アーセナルからウィルシャンをデータインしているんだけど、前作はデイリーボーナスだったんで、能力そこまで伸びきらないけど、もしね、今作ガチャで登場するなら、スピシュン、そしてディフェンス能力、もう少しね、強化されると、結構使いやすくなるんじゃないかなと思います。そして、アーセナルからもう一人データインしているんだけど、こちらも完全初搭載のレイパーラ。この選手も自分あんま存じ上げないんで、ぜひね、知ってる方いたらコメントで教えてください。そして、続いてはミランの選手ですね。一人目はインザーギということで、前作最後の方に登場していて、その時はスピシュン90-95、オフェ戦99、決定力92と、めちゃくちゃいい能力なんだけど、次来るなら逆足精度最高とかじゃないと引く気起きないんで、まあ、そのあたりの強化にも期待ですね。で、ミラン2人目はマルディーニということで、頻度精度最高のセンターバックです。まあ、やっぱりこう見てもマルディーニ優秀なんだけど、まあ、スピシュンもう少し上がりきんないと、また環境には入んないと思いますし、代表版がね、守備的サイドバックだったんで、まあ、何かの間違いでまた守備的サイドバックで来てくんないかな。まあ、前回フォートレスついてたんで、またフォートレスつかないと評価されてもあんま魅力的じゃないですし、そうなってくると追加してくるだろうな。そして3人目がカフ、エッジクロスとか追加されないと引く人あまりいないと思うんで、まあ、そこら辺追加されるんじゃないかなと思います。で、続いてがピルロ、まあ、この選手毎年登場しているんだけど、まあ、おそらくね特殊スキルフェノミナルパスとかビジョナリーパス追加されるんじゃないかなと思います。そして続いてがバレージということで、まあ、この選手もマルディーニ同様
スピシュンが8時乗り切らないんで、この育成だと。もう少し強化してくると、結構ね、ガチ疲れも使えると思いますし、この強化にも期待だね。せめて10振りぐらいで、スピード88まで持っていきたいね。そして次がシェフチェンコということで、やっと来たね。もうルンメの後だとちょっとね、引けないな、さすがに。フェノミナルフィニッシュとか追加されるかもしんないけど、どうだろうな、フェノミナルか。まあもしかしたらね、何かの間違いでモメンタムとか追加されるかもしんないですし、エトーみたいにボールキープめっちゃ上がって登場したりすると、さらに使いやすくなると思うんで、そのあたりの強化期待したいですね。で次がマッシュモート、頻度セロ最高の攻撃的サイドバック。まあ、この選手、前作取ったんだけど、思ったより使用感良くなかったんだよね。まあ優秀なのは間違いないんですけど、ほんと思ったよりって感じだったんで、まあ次出てもスルーかな。そして次がアルベルティーニということで、結構ね、取った方の評価は高い選手だと思うんだけど、まあ、スキル構成とかも優秀な選手だったんで、まあ純粋に能力評価、そして特殊スキル追加されると嬉しいですね。そしてミランも完全初搭載の選手がいて、誰かというとアッピアーティ。ミラのゴールキーパー、191センチの選手みたいなんだけど、マジでこの選手も知らないんで、まあ、どういったプレーが得意とか、あればコメントで教えてください。そして、もう一人、完全初搭載ではないんですけど、マッサルもデータインしたいみたいなんで、この選手も遠くないうちに登場しそうですね。そして次がユベントスから、レドベド、フィジコンとか、オフェスに上がってくれると、より使いやすくなりますし、あとは特殊スキル、フェノミナルパスとか、そこら辺追加されると、さすがに乗り換えようかなと思ってます。で、続いてがデルピエロ。代表版使ってたんですけど、まあ、自分の PS的に使いこなすことができなかったんで、まあ、一旦様子見かな。そしてユベントス最後はダービーツということで、まあ、この選手も負けれるみたいな刈り取り能力してるんだけど、まあ、身長がね結構小柄なんで好みは分かれるかな。まあ、ただスピシュン90近く乗ってディフェンスフィジコもある選手なんで、小柄な選手好きな方はめちゃくちゃ合うと思います。そして続いてがマドリーからグティということで、まあ、この選手どこで使っても優秀ですし、まあ、ほんと環境的にフィジコン上昇してくれると、まあ、より使いやすくなるんじゃないかなと思います。そして、マドリーから2人目はマイケル・オーウェンということで、今作すでに登場しているんですけど、オーウェンのフェイスデータ的に、マドリーのオーウェンが来るんじゃないかと言われてます。まあ、スピシュン高くて逆足最高の選手なんで、まあ、ルーフメニゲ持ってたらね、引かなくていいと思うんだけど、オーウェンも結構やれるんじゃないかなと思います。そして、マドリーから3人目はカンナバーロということで、今作すでに登場していて、こんな感じの能力なんだけど、フォートレスとか追加する可能性も全然考えられますね。そしてマドリーから最後はカシージャスということで、まあ身長185センチなんで、環境的には使いにくいと思うんだけど、まあ能力は相当やれると思うんで、ここも楽しみだね。いや、マジでさー、ゴールキーパー身長足りなくても能力でカバーできる仕様にしてほしいんだけど、難しいんかな、やっぱり。そして次が J リーグから中田英寿ということで、まあ、前作パルマで登場しているんですけど、まあ、こんな感じの能力プラス、まあ、特殊スキル、ビジョナリーパスとか追加されるといいんじゃないかなと思います。そして同じく日本人選手の香川真司。まあ、ユナイテッドかもしんないなと思ったんだけど、今回 J リーグで予想しました。そしてここからは代表選手紹介していくんだけど、まずはデニウソン。まあ、スピシュンドリブル90超えでめちゃくちゃ使用感いいんだけど、他の能力が結構致命的なんで、まあ、必須級とかそこまではいかない選手かな。そして次のデータイン選手がプラティニということで、頻度セロ最高のチャンスメーカー、めちゃくちゃ強いんで、もし前回取ってなかったら十分狙う価値あると思います。あとは今回特殊スキル追加されるかもしんないんで、そこも楽しみでね。実はプラティニデータイン2つ追加されていたんで、おそらくコラボ記念第2弾でプラティニ登場するんじゃないかなと思います。いや、熱すぎるね。第2弾だと来週の木曜とかなんかな。マジで楽しみ。そして2人目はカントナということで、まあ、今作すでに登場しているんだけど、早速データインされましたね。そしてプラティニ同様、カントナもデータイン2種類されていたんで、おそらくコラボ記念で登場するんじゃないかなと思います。いや、もうカントナプラティニのガチャってやばくない？運命の方が優先度高いと思うんだけど、まあ、攻撃的中盤の選手、補強するガチャとしては、マジで魅力的だと思います。まあ、ただカントナも引いちゃってるのがほんとね、最悪。そして3人目、最後はホルランということで、この選手もデータイン2つ追加されていたんで、おそらくカントナ、プラティニと一緒に登場するんじゃないかなと思います。まあ、ホルランといえば、ウイレ時代のラインブレーカーのイメージがあったんで、またね、ライブでホルラン使いたいんで、まあ、ドリブルとかもっとね、能力上げて登場してほしいですね。ということで、ここまでが今週の木曜日に行われた中型プレート、そこでデータインされたエピック選手まとめになります。まあ、結構初搭載選手もちらほらいたんだけど、なんか必須級ってイメージはないですし、データインの選手的にも
本作もうすでに登場していたり、少し前に登場したばかりの選手が多かったんで、ちょっと微妙だね。なんかこうも一気にデータにすると、年明けてからはなんか現役選手の特別なカードタイプ、ビッグタイム以外にも登場しそうな気はしますし、まあ以前から噂もあるゴートカードもね、未だに落とさたないんで、そのあたりもしかしたら出してくるかもしんないですね。まあ、今回はパッと見た感じでクラブ代表で分けたんで、まあ、時間空けてガチャ実装日予想やっていこうと思うんで、ぜひそちらの動画気になる方はチェックしてみてください。これからもいろんな動画投稿していくんで、ぜひ最後にチャンネル登録、高評価で応援お願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。